アロハ、皆さんこんにちは。ハワイツアーガイドのあゆこです。本日も今週のハワイをお届けします。今週1週間のハワイ最新情報はクヒオ通りからお届けしていきます。クヒオ通りはワイキキ観光において外すことのできない大通りです。ワイキキを東西に横切るように通っており、周辺にはショッピングセンターやホテルが立ち並んでいます。またお土産屋さんやレストランも多く楽しめる通りとなっています。まずはハワイの新型コロナ最新情報から1週間の感染状況の推移です。4月11日92名、12日70名、13日64名、14日72名、15日98名、16日98名、累計感染者数3万1171名、累計死亡者数474名、過去7日間の平均陽性率は 1.6% となっています。日本からの到着者数は4月11日0名、12日54名、13日42名、14日0名、15日101名、16日166名となっています。続いて新型コロナのワクチン接種に関する情報です。ハワイ州保健局は15日州内での新型コロナワクチンの接種数が100万回を突破したと発表しました。当局によると、ハワイ州ではすでに107,966回分のワクチン接種が行われ、州内の約 33% の住民が少なくとも1回目のワクチン接種を終了しているとのことです。ハワイ州内ではオアフ島がワクチン接種対象者を50歳以上としているものの、他の島ではすでにワクチン接種対象年齢を16歳以上に拡大。ハワイ郡は住民の 42% がワクチンを接種しており、他の郡や市よりもワクチンの接種率が高くなっています。なお、オアフ島でも週明けにはワクチン接種対象年齢が16歳以上に拡大される見込みとなっています。ハワイ郡当局は15日ハワイ島を訪れる州外からの訪問者に対し、新型コロナウイルスワクチンの接種を証明する書類の提示で、到着時の陰性検査を免除するワクチンパスポート案の試験導入を発表しました。ハワイ郡では州外からの到着者に対し、渡航前72時間以内の検査証明書の提示のほか、到着時の陰性検査を実施していますが、15日より試験導入を開始しているワクチンパスポート案では、州外からハワイ島を訪れた際に行われている到着時の陰性検査がワクチン接種を証明することで免除されるというもので、5月1日まで同案を試験的に実施するとしています。なお、ハワイ島到着時には渡航前72時間以内に受けた陰性検査の証明書の提示は引き続き必須となっています。オアフ島では12日より新型コロナウイルスの感染拡大防止で一時的に中止となっていた屋外での団体スポーツが再開しました。屋外であればバスケットボールやバレーボールなどのスポーツを楽しむことができます。なお、マスクの着用やソーシャルディスタンスの保持などの規定を守る必要があるほか、応援のために観客がフィールドなどに立ち入ったりすることなども禁止されています。自転車シェアプログラム WIKI を展開しているバイクシェアハワイは12日、利用者の減少を受け事業の縮小を決定しました。新型コロナウイルスの感染拡大などの影響で2020年の WIKI の利用者は83万人で、2019年の140万人から激減。利用者の減少を受け、ダウンタウン、カカアコ、ワイキキ、
巻き機、貝むきにある6つの武器ステーションを撤去するほか、コールセンターなどの営業時間などを短縮し、サービスの 60% 削減を行うとしています。ワードビレッジ内に新しいショップやレストランが続々とオープンしています。以前ワイキキ内のフードトラックなどで人気を博していた神徳ラーメン、自社焙煎を行うクラフトコーヒーショップのアリーコーヒー、元カカアコキッチンの跡地に出店するメキシカンレストランタコス・デ・ガロロサなど、ショッピング・ダイニングシーンの話題のスポットが集まっており、今後ますます注目のエリアとなっています。以上、今週1週間のハワイで起きた出来事や新型コロナの最新情報でした。来週もまたアップデートしますので、ぜひご視聴ください。最後に簡単なハワイ語を紹介して、皆さんと一緒に覚えていきたいと思います。今週のハワイ語はこちら。コプア。どんな意味かコメント欄にぜひ書いてください。Instagram でも様々な写真やハワイ情報をアップしていますので、 YouTube 同様フォローしていただけたら嬉しいです。それではまた来週。マハロ。